イングルート男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位、イングランド貴族、バーナード男爵の文家にあたる、ハットンインザ・ホレスト男爵家の邸宅。初代男爵が、第五代純男爵フランシス・パトリック・フレッチャー・ベイン、より、財産と共に承継した。保守党の政治家、ウィリアム・モーガン・フレッチャー・ベインは、1964年6月30日に、 カンバーランド州ニ島ンンザフォレストのイングルート男爵に除された。彼はもともとベイン姓であったが、フレッチャー・ベイン準男爵家の財産を相続するに、あたって、ベイン・フレッチャーに改正している。また、初代男爵の父は、第9代、バーナード男爵ヘンリー・ベインの弟であるため、代々の当主は現在まで、バーナード男爵くらいの継承権を有する。 その息子である二代男爵ウィリアムも保守党の政治家として活動し、1999年貴族院、法制定以降も貴族院に席を置く92人の世俗貴族の一人である。一族の邸宅は、カンブリア州、ペンリス近郊のハット・イン・ザ・フォーレスト。法廷推定相続人は、現当主の息子である、ヘンリー・ウィリアム・フレデリック・フレッチャー・ベイン。初代男爵は、 ベイン家の一族であるためフレッチャー・ベイン順団釈家の財産を相続したが、フレッチャー家の子孫ではなかった。百位名及び邸宅名のフォレストは近隣にあるイングルウッドの王家の森にちなんでいる。ありがとうございます。